そろそろやるか。じゃあ今回はこちら、新レジェンド人類猫化計画に挑戦していきましょうか。んー、どうもラルございます。それでは早速参りましょう。さあ、ということでじゃあ早速やっていきましょうか。もう新レジェンドもね、やるやる言っといて全然やってなかったんでね、そろそろ手つけていきましょうか。はい。まあ本来だったらね、下の方からね攻めていくのがいいのかななんて思うんですけど、謎の逆張りで、上から攻めていこうかなと思います。はい。ということで、まあ人類猫化計画の、ステージレベル2でございます。やっていきましょうか。もう覚えてないわ、このステージ。ちょっと待って。あ、ドグマル。こいついるのか。なるほど。初っ端から飛ばすな。これって全何ステージだっけ？ちょっと待って、人類。8?8 でこれだったっけ？大丈夫かな、これ。ちょっと前回クリア時をちょっと見まして。なるほどね。大丈夫かな大丈夫かな、まあ、メタルいるんで、ちょっと今回かぐや姫ちょっと使っていきたいんで、じゃあいいか。ちょっと突っ込んでいきましょうか。他は別に変えなくてもいいかな。あ、いや、黒いず突っ込みましょうか。よし。さあ、ということで、じゃあやっていきましょう。ちょっと久々なんですけれども。ぐーさん。さあ、ということで早速やっていきましょうか。いや、久々すぎるんだけど大丈夫かな。いやー、まあなんとかなると信じてやっていきましょうかね。いや、待ってよ、この BGM ってことはもう出てきそうじゃない、ドグエモンが。怖っ。ちょっと待ってよ、しかもこれ全8ステージだからね。ちょっと待って、初っ端からちょっとこれ飛ばしすぎじゃないですか。いやー、ちょっと待てよ、これ序盤のこれさ、ちょっと待って、おら、来た。お財布がちょっと全然ね、たまらないんだよね。ちょっと待って、カンガリーを倒さないと。よし。じゃあどうしようかな。悩むな。まあいいや、とりあえずガオを出しといて。いやー、ちょっと待てよ、大丈夫か。メタルがちょっと邪魔だね、そこが。あー、これ黒キャスでもよかった感あるな。ちょっと待てよ、取り巻きがね、なかなかね、ちょっともうちょっとあれかな、ちょっとクリティカ、あそこで発動するんかよ。ちょっと待てよ、いやでも待てよ、まだまだね、いろいろとね、ちょっと待てよ、お財布が、あー来た、アクアゴリがここで来るのか、ちょっとめんどくさいな。ちょっと待てよ、ちょっとそろそろね、黒キャスをね、出しておきたいんだけど、なかなかいかないんだよな。ちょっと待って、いやー、ちょっと待って、敵が、うわ、もう一体出てくるんだっけ。うそ、こんな感じだったっけ。ちょ待って、これさ、いや、そこでクリティカル放つんだ。いや、やばいな、思いのほかちょっとお財布きついぞこれ。よし、まあとりあえずちょっとはガラ空きになったかな。さあ、こっからだよ、こっから。若干もう押されてるから雲行き悪いけどね、すごい雲行き悪いけれども、いやー、やっとノックバックした。これ取り巻きさえいなければ楽なんだけどね、ドグマルに関しては。意外とね、このメタルとかがちょっといやらしいからな、ちょっとね邪魔なんだよね。うわ、また来た、これだよ。ちょっと待って、あー、やばいぞ、結構やばいな。ちょっと待って、メタルが超邪魔なんだけど。クリティカル持ち、もう一体ちょっとこれ、ちょっと突っ込むべきかな。ちょっとそろそろこれやばいね、猫も使わねえときついわ。あ、これまさかの、あ、終わったな、これはね、確実にこれ多分終わったと思うんだよな。これ無理だろう、これはね。うわ、マジか、今回ワンチャンこれ進展なく動画終わるぞこれ。ほら、ヒューマがしれっとでもう2体いるしね。いや、メタルがちょっと、いやー、これちょっとジュラ入れっぱなしでよかったよ。うわ、マジか、強えな。さすがラストステージだね。ラストじゃねえよ、まだ、ね、1個目だわこれ。ちょっと待って、ちょっとジュラ入れましょうか。ちょっと黒炎にしましょう。いやー、これやばいな。じゃあもうアイテムガンガン使いましょう。再生、
これ序盤から結構飛ばすな。こんなきつかったっけ。ちょっと待って、これはね、ちょっと待って、いや想定外だったわ。いやー、意外と何とかなるかなとか思ったんですけどもね。いや普通に負けたわ。いやー、そしてメタルがすげー邪魔。とりあえずちょ、これさ、ちゃちゃっとさ、早めにさ、1体目のさ、ドグマルをさ、あーもう来ちゃったか、早いんだよ。来るのが早いんだよ。ちょっと、まだ待機しててよ、もう、ちょっと。これがね、いるかいないかでだいぶ変わってくるからな。そして、大丈夫、クリティカルの音が全然鳴ってないんだけど、大丈夫ですか、ちょっと。いやー、これが絶妙なんだよなー。あー、よしよし、あー、オッケー、1体倒れましたね。あー、やっぱ猫も使うと違うわ。あとはメタルだな。この運ゲーをなんとか、まあ、かぐや姫がいるからとりあえずはね。あ、よし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 。いやー、ちょっと硬いのがいるとちょっときついわこれ。よし、でそろそろね、悪魔ゴリが出てくるかなと思うんで、そのうちにとりあえずドグエモンが飽きちゃったか。あ、でもなんかもうじき倒れそうじゃないかな。お財布めっちゃ余裕なんだけど、めっちゃ余裕なんだけど、さすがさすが猫ボンですね。最近なかなか使う機会がないから、もう今回も存分使おうかな、もう今後。あ、まだ倒れない。あー、来た、ヒュマ。もうこいつがね、こいつが意外とね、めんどくさいからな。早めになんとかね。でもそろそろドグエモン、ドグエモンじゃない、ドグマルか、ドグマルがね、多分でも倒れると思うんだよな。いけ、よし、はい、終わった。あー、これやばいな。ちょ、いい、これ1本でだいぶ時間使うぞこれ。あー、せめてあともう1ステージはなんとかしておきたい。これこんなきつかったっけ。これやばいな。これ難易度レベル3になったらちょっとこれもうヒー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 言うよこれ。もうすでに2でもヒーヒー言ってるけどさ。いやー、はい、よし、オッケー、クリアでございます。さあお次参りましょう。さあ、お次に関しては、あー、これあれでしょどうせ。名誉ってことはもうそういうことでしょう。あ、ほら、そうだ。ウルスね、あ、そういえばこんなステージだったわ。そういえば、思い出したわ。ほんで前回クリア時は、あんま変わってない気がする。ちょっと変わってんのか。ちょっと待てよ。じゃあいいや、この編成をせっかくなんで、ちょっといじっていきましょうか。あー、そういうことか。じゃあまた、まあ、もう、ほぼ似たような編成だな、結局は。いいや、じゃあこれでいきましょうか。どうだろう、これ、猫もんなしでいけるかな。ちょっとやってみましょう。今回もうこれで終わりだよ、もしかしたら。まあ、サクッと負けたら、もしかしたらね、もう一戦できるかなと思うんですけど、どっちにしてもちょっと、いやー、ちょっと待って、うわー、早い、ちょっと、来るの早いんだって。ちょ、もう少しさ、ちょ、心の準備をさせてくれよ。早すぎるんだって、出てくるのが。まあでもこれあれだね、この BGM だから、それを攻撃しない限りは多分ボス戦が多分始まらないと思うんで、ちょっとゆっくりやっていこうか。もう1レベル上げておきたい。よし。これでちょっと様子見ていきましょうか。お、いい感じでニャンマもうわ、でもやばい、おかわり来ちゃったな。早いな、ちょっと。これまずいな。このおかわりはすごい怖いおかわりだからね。これもう一体出てきたりしないかな。そしたら嫌なんだが。じゃあ一回黒ケース出しちゃおうか、もう。これはちょっともうまずい気がするんだよな。まあでもあとは、黒子のどうしようかな。後半でいいかな。じゃあいいや、とりあえず黒椅子出して。もし、もういいや。さあ、まだ出てくるんだね。もう邪魔なゴリラだな。いいや、オッケー、意外と準備ができてるんでね。よし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 。さあ、こっからでございます。ウルスだからな、これもまあゴリ押しでね、いければいいんですけどもね。でも取り巻きがそうもね、させてくれないっていうところがね、なかなか厳しいところではありますけどもね。いや、ちょっと待って、まだだってこれ含めだって6ステージ控えてんでしょ。しんどいわー、ちょっと。なかなか。ああ、始まっちゃった。あ、始まっちゃった。もう、はい、始まりました。はい。さあ、あ、やべえ、待って、黒物出しちゃったけど。まあ、いいか。いやー、大丈夫かな。意外と敵もてんこ盛りだからな、これ。よし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 。さあ、ゴリ押しで。あ、もうやめてやめて、もう。これもなかなか怪しい戦いだな。ああ、いいよ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 。フグタがちょっと邪魔かな。いやでもケロスケもね、めんどくせえのがモリモリなんだよな。そこなんだよな。いやー、ちょい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 、うわ、マジか。ソクロフォノがやられちゃったか。これだるいな。
いやー、そろそろなんか倒れてくんない？うわ、これもうやばいね。おー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 、これもまさかの、これもまさかの敗北が見えてきましたね。いやー、しんどいな。ちょっとこれ下のステージからやった方が良かった？これちょっとこれは、ちょっと待って、もうブランコに邪魔なんだが、ちょっと待って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 、これもちょっといろいろと、いやー、なんでこういう時のお財布に余裕が出てくるんだよ。ちょっと待って、もうちょい粘らせてくれ。いやー、そしたらね、黒キャスがね出せるんで、それまでなんとか、あー、まあいいや。いやー、まだ出てくんの？やば、これこれは、あー、これは無理でしょ、さすがに。これは無理だよ、この数。ちょっとそこで倒すの？ちょ、それはないよ。ちょっと。うわ、マジか。倒したと思いきや、これだからね。いや、さすがに無理だろ、これは。これはもう、これどう考えても無理でしょ。いやー、あともう一押しだったね。いやー、はい。ということで、ケロスケの一撃でやられたよ。ちょっともう。ちょ、思いのほうがちょっと飛脚が強いんだけど、ちょっと待って、ちょっと落ち着け、飛脚ちょっと強いな。思いのほか割とちょっと取り巻き処理が早いぞ、これ。ちょっと待って、早くもボス戦が入りそうな感じもしますけどもね。いやー、どうだろうな、いけるかな。ちょっと、もうちょいお財布だね。まあでも猫も今回使っちゃったからな。どうしようかな。まあもし黒い敵がやばかったら、ちょっと真田突っ込もうかななんて思うんですけどもね。その辺がちょっとどうだかって感じかな。で、ちょっと黒キャスがね、退場したら黒フォノ出すっていう感じでちょっとやっていこうかなと思いますけどもね。今のところめっちゃお財布余裕だわ。なんかすげえ余裕なんだけど。ちょっと待って。どうしようかな。いや、でもまだ黒フォノ出すタイミングとしては、絶妙だな。もういいか。あ、サラダ出しちゃった。ちょっと待って。あ、いいや。もう、もしな。よし。あ、これもう出しちゃった方がいい気がしてきたな。ちょっと待って。じゃあいいや、もう出そう。嘘。ちょっと待って、早すぎるんだか、処理が。嘘。マジかよ。飛脚が、強えな、あんた。あ、余裕だな。ちょっと待って。やっぱ猫も使うとだいぶ違うな。あとはちょっとケロスケがめっちゃ邪魔だな。こいつがね、なかなかね、ちょっとね、とんでもないムーブしてくるからね。そこだな。そこが、とりあえずあとフグタがそろそろ倒れてくんないかな。じわじわちょっとお財布の方もね。よし。そこだな。もうミケとウルスは消えたから、その辺の脅威はもうなくなったんですけどもね。いや、マジか。まだ残りステージがまだあるって考えると。ちょっとこれ、しんどいな。あ、やばい。ちょっと待って。真田のタイミングが完全にミスったな。あー、怒りのブロッコリーちょっとしつこくない？こんな出てくんの？ちょっと待って、真田大丈夫か？真田がちょっと、動く。ちょっともう、ずっとこれだよ。完全にやられてるね。もうこれだよ。いやー、こいつの妨害なかなかめんどくせえな。あ、でも、地道に削れてるな。よし。あれ？待って、フグタあともう一体いけるのか？これは、もしかしたら。そろそろ倒れてくれてもいいんじゃないですか。まだダメ。うわ、また来たよ。しつけゴリラだな、もう。もう来んなよ、もう。ちょっと、あー、マジか。クロイズが消えたか。ちょっと待って、そしてタイミングをね、ちょっとミスらないように、サナダを出しておきたいところなんで、ここだな。よし。ここでとりあえず、怒りのブラッコリーを1体倒した。よーし。これはでかいけど、でも地道に押されてんだよな。これまずいな。あー、危な。ちょっと。これ怖えな。これ、ケロスケやばくない？これ。こいつやばいな。縁の下の力持ちだよね。敵側の。こいつ超邪魔。マジで。これやばすぎるんだけど。こいつがいなければだいぶね、楽に倒せるんですけどもね。これとんでもないなぁ。あー、よし。あとはもうとりあえずニャンまでご利用しで。よし。このカエル野郎早く。危ない。よし。
さあこっから、あ、いけたね、いや、よかった。もうやだあのカエルマジで。もう田んぼに帰れよもう。あー、よし、まあ、まだねこれで終わりじゃないんですけどもね、ということでまた残りステージに関してはまたあの近いうちやろうかなと思います。疲れたわちょっと、もうめちゃくちゃ疲れたわ。あー、終わり。はい、ということで本日はこれくらいにしたいと思います。また近いうちね、残りのステージの方やっていこうかなと思います。ということでバイバイ。